ニューポートニューズは、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の39番艦。艦名は、バージニア州、ニューポートニューズにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、デモイン級従巡洋艦3番艦以来3隻目。ニューポートニューズは1984年3月3日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。 1986年3月15日に、ローズマリー・ディートリブル夫人によって、命名、浸水し、1989年6月3日に、マーク・ビー・キーフ館長の指揮下収益する。ニューポートニューズ市長、ジェシー・ラトレイは、ロナルド・ W ・ベルによるし、ニューポートニュースの飾り額を館に寄贈した。収益後、ニューポートニューズは、中東での作戦を含む6ヶ月の海外任務を終え、 ノーフォークへ帰還する。2004年8月には同盟国の海軍と共に北、大西洋における作戦に参加し、その後アメリカ中央軍の作戦に加わり、テロとの戦いに従事した。2007年1月8日、アラビア海のホルムズ海峡南方で先行中のニューポートニューズは、日本の川崎汽船が所有するタンカー、ガミ川と接触事故を起こした。アメリカ海軍によれば、 ニューポートニューズは、船体の一部を損傷したものの、衝突による原子炉への影響はなく、放射能漏れは起きていない。一方、最上川は、船底バラストタンクに、計5箇所に穴が開き、スクリュープロペラ先端部にも欠損が見受けられた。原子力空母、ドワイト・ディ・アイゼンハワー率いる第8空母打撃群の一部として、ソマリア方面へ航行中だったとみられる。 この事故により、第5艦隊司令部は、艦長のマッシューワインガード中佐を解任した。ありがとうございます。